皆さんこんにちは。今日は4月17日に迎える天秤座満月についてのお話とおすすめのアロマをご紹介していきたいなって思います。前回4月1日にね、お羊座の新月を迎えて、しかも今4月29日まで10天体全惑星が巡行中っていうことで、物事がまあ普段よりもスムーズに行きやすいっていう天体の状態であったり、さらにお羊座っていうスタートを切るエネルギー、勇気を持って一歩踏み出すであったり、新しいものへの一歩スタートとなるような新月のエネルギーだったので、ぜひね、何か一つトライしてみるといいし、向かい風のようなものがエネルギー的に働いているのでいいよっていうお話とともに、あとはそういう新しい自分となった時に、これまでの古いパターンであったり、不要な習慣であったり、まあ、体の面でもそうだよね、デトックスをしていくとか、感情を手放したり、向き合っていたわってあげたりっていうところも上手に取り入れながらバランスをとっていくといいよっていう話をしていたんだよね、動画でね。で、今回の天秤座満月っていうのは、まさしく天秤座ってバランスでしょ、天秤にかけるじゃないけど、このバランスっていうのがキーワードになっているんだけど、特に今回は対人関係であったりパートナーシップとかね、そういう人間関係についてのエネルギーがとても強く働いているなと思っていて、でそうなった時に、これまで、まあ、やりたいこと、新しい世界を築き上げていく時に、やっぱり新しい人間関係であったり、今までと同じ人であっても付き合い方が変わったりとかしてくると思うんだよね。でまた家族であったり友人であったりパートナーであったり職場の人であったり、それぞれも同じように、この特にこの4月とかは心境の変化とか起こってきやすい時でもあると思うので、互いに心地のいい関係性を築いていく見直しのタイミングでもあるのかなって思っていて、でさらにやっぱりこれからどん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 新しいことをやって発展していきたいとなったら、やっぱりこういう人とのつながりであったり、何かね、大きなことを成し遂げたいっていう気持ちが湧いてきたら、やっぱり一人ではできない部分もあって、誰かにお願いしてみるとか、協力を求めてみるとか、アドバイスを聞いてみるとか、それこそ何かの勉強をしに、セミナーを行きに、学びに行ったりとか、やっぱり人と人との関わりっていうのは新しい形であって、でもどん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 発展していくものだと思うんだよね。それは対面だけではなくって、まあ、インターネットでもそうだよね。なので人との関わり方であっても、どんな状態が自分にとって心地いいのかなとか、どんな人たちとつながっていたいのかなとか、どういう関係性だったらより豊かな感じで発展していけるような、お互いがリスペクトし合って、なんかね、楽しい感じで気持ちのいい関係性を築いていけるのかなって、理想を見直してみるといいと思うんだよね。やっぱりご縁って、まあ、お金のご縁もそうだし、人とのご縁もそうだし、そういったコミュニケーションの中から生まれてきたりするものでもあったりするので、どういう気持ちを広げていきたいかな、どういうエネルギーを広げていきたいかなっていうところにも意識を向けて、どういうあり方がいいのかなっていうふうに見ておくといいと思うんだよね。そしてキーワードとなってくるのが、やっぱり風通しの良さだと私は思っていて、なので今回の天秤座満月で手放したらいいなって思うものは、依存っていうものであったり、あとこうでなければいけないっていう固定概念、例えば結婚しているなら一緒に住まなきゃいけないとか、友人であっても親友なら毎日のように連絡取らなきゃいけないとか、仕事上のお付き合いも必ず参加しなきゃいけないとか、まあ、そういったこうでなければいけないっていう先を見て、じゃあどんな感じだったらいいのかなって、自分はどんな距離感だったら心地いいのかな、それはいいも悪いもなしに、そういった固定概念を抜きにして、新しい関係性っていうのを構築していくいいきっかけだし、これまでの古いパターンっていうのを手放しやすくなるので、今後の流れの土台になってくるので、
いいかなって思うんだよね。そして自分の望みを知る一つのポイントとして、自分の中の違和感っていうものに着目してあげると、本当の自分の望んでいる形であったり、望んでいる関係性っていうのが見えてきやすくって、例えば家庭であってもお仕事であっても、なんか義務感のような感じがするとか、やらなきゃいけないことに追われてる気がするとか、なんか疲れちゃったなって思っているんだったら、自分がやらなきゃいけないと思ってやっていることはないかなって、例えば家事であっても必ず毎回茶碗を洗わなきゃいけない、掃除を毎回自分でしなきゃいけない、料理を毎回自分でしなきゃいけない、お仕事であっても毎回自分で書類を作らなきゃいけない、何々しなきゃいけないみたいな感じで、自分に対して義務感っていうか義務付けているところはないかなって、それによって居場所が苦痛になっている場合っていうのもあって、例えばやらなくていいことだってその中でもいっぱいあって、あの家庭だから家事をしなきゃいけないって、毎回しなきゃいけないって言うんじゃなくって、じゃあ楽したい、ゆっくりしたい時に、それでも辛いからやらなきゃいけないってなった時に、やらないっていう選択を取れる環境づくりってなんだろうなって、例えばお願いしてみるとか、正直に言ってみるとか、今あのゆっくり休みたいから、やりたくないから放置しとくねみたいな、一つ一つ言葉に出して言ってみるとか、仕事であってもできないと思ったものは、でこれはちょっと自分にはできませんって言ってみるとか、やっぱりこの関係性っていうのはコミュニケーションのツールでもあるので、そういった自分を表現する、自分の思いを素直に表現するっていうこともとっても大切なことだし、それによって崩れるのであれば、自分の違和感にね、正直になって、自分の違和感の裏にはやっぱり望みって隠れているので、望みを見つけて、それに対して自分で本心で本当の思いを伝えたところで、崩れ去るような関係であれば、これまでの関係はまあね良かったけども、これからの関係性はまた違うんだな、だったらどんな関係性、新しい関係性ってどんな感じが自分にとって最高だろうみたいな感じで、次に向かっていくこともできるんだよね。そこでやっぱり大事になってくるのが、その依存を手放す、そこに対して、あ、申し訳ないなとか、あ、こう思われたかなとか、その執着してしまうと、やっぱり次のステップに行きづらくなってしまうので、そこで生まれた執着心であったり依存心であったり、そういったものと向き合って、あ、こういうふうに依存していたからこういう関係性になってしまったんだなって認めただけで、その感情っていうのはニュートラルになるので、じゃあこの感情を手放そう、このパターンを手放そうって切り替えたら、ちゃんと次の新しい方向にエネルギーがね、意図した方向にちゃんとシフトしていくので、まずは受け止めて認めて、違和感を大事にして認めて、望みを生み出したなら、これまでのパターンっていうものを感謝して終わらせて卒業していくように、ありがとうって言って手放すと、この感情を手放すって言って意図して手放すと、ちゃんと消化されていくので、やっぱり違和感を放置して、あの自分の違和感をまあいっかみたいな感じ、あ、なんかモヤモヤするけどまあいっかって思ったまま、やっぱり続けていくと、それまでの習慣っていうのは変えにくかったりするんだよね。なので、一度こういった機会に立ち止まって、今言ったように向き合って、じゃあ何を手放したいのかっていうのを見つけて、それをまあ紙に書き出すでもいいし、意図するだけでもいいし、いろんなワークをやってみるでもいいし、その時その時しっくりしたやり方で行っていくといいかなって思うんだよね。やっぱりこの満月っていうのは手放しに適している時期なので、そういった日をきっかけにね。で、おすすめのアロマなんだけど、やっぱり天秤座っていうとバランスで、このバランスっていうのは何回もお伝えしているように、ゼラニウムがおすすめなんだよね。ゼラニウムってやっぱり心身のバランスを整えてくれたり、肉体と精神のバランスであったり、エネルギー面の全体的なバランスを整えてくれたり、まあ、女性ホルモンのねバランスを取り
整えてくれたりっていう、さまざまなバランスっていうのがキーワードになる植物なんだけど、そういったものを嗅ぎながらゆっくりリラックスして整えていくと、そうやって整った時に自分の違和感っていうのもね、気づきやすかったりするので、やっぱり自分がずれてしまっていたり忙しくてもうわちゃ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 してる時って、やっぱりその違和感に気づかないで、その違和感を抱えたままいろいろやってしまったりするパターンっていうのもあるんだけど、ちゃんとリラックスして整えてバランスを取るような時間を持つことによって、そういった整った状態のズレにも気づきやすかったりするのでね。で、そのさっき言ったようにそのズレの部分を、満月の紙に書いてみるとか、これを手放すと意図しますって書いてみるとかね。で、書いたものを火の元しっかり気をつけた上で燃やしてみるとか、あとはメモリーオイルとかね、アロマとかで、この手放しの時におすすめなのがペパーミントで、もうちょっとしたらご紹介するんだけど、ペパーミントをちょっと垂らして紙を塩でもいいけどパッて振ってゴミ箱に捨てるとか、書いたことによってやっぱり自分の感情が表に可視化されて出ていくことになるので、やっぱり書くとすっきりしたり、自分の目に見て分かる形で手放れたって脳が認識するので、そうやって書いてみるっていうのもいいかなと思うんだよね。で、先に言っちゃったけど、ペパーミントっていうのも今回はおすすめで、ペパーミントの香りってすごい爽快なすっきりした香りっていうのを多分感じられるかなと思うんだよね。青空のようなバーッと開けたような感覚で、そういう感覚になってる時ってやっぱり依存心っていうのが手放れやすかったりするんだよね。で、特にこのアロマトリートメントとかで何かに依存してしまうとか、そういった時に自分が思考がね、そのことで頭が離れなくなってしまうような状態の時にもいいって言われている香りで、ものすごく気分転換にもいいんだよね。なのでミントのガムを噛んだり、なんかミントを食べたくなる時っていうのは、その時にちょっと切り返したいなっていう自分の心理が働いていたりとかする、ちょっと面白い香りでもあって、なので意図的にそのペパーミントを使って、ゼラニウムとペパーミントを掛け合わせて香りを嗅いでみるとか、そういう感じでもいいですし、あとはちょっとミントの入ったペパーミントティーを飲むとかでもいいし、なんかミントの入った食べ物をいただくとかでもいいしね。そういった感じで取り入れていくと、この時期はすごいスッキリした自分にとっての風通しのいい関係性って、あ、こんな感じかなとか、インスピレーションも湧きやすかったりするんだよね。で、このパーって開けてる感じっていうのは、やっぱり自分の中の風通しもいい状態でしょ。なのでこういったスッキリ軽やかなスムーズさを感じる関係性っていうのをイメージしやすかったりするので、なのでそういった状態で、あ、だったらこういう感じがいいかなとか、人それぞれね、自分の好みの形っていうのはあると思うので、好みの距離感とかね、そういうのもあると思うので、毎瞬毎瞬そういった自分の望みっていうのに意識を向けて、新たな関係性を作っていく、いいスタートにもなると思うんだよね。で、それとあと今回はユーカリっていうのもいいかなと思っていて、ユーカリって喉のチャクラにも働きかけるような香りで、で、喉のケアにもいいって、よく薬局とかでもユーカリの成分が入ったものとかも使われているぐらい、やっぱり喉とか、このスッキリ感とかであったりね、そういったものにいいとされている成分が入っていて、なのでユーカリの香りを嗅ぎながら深呼吸して、ここの喉のところをいたわってあげるようにすると、今まで言いたかったけど言えなかった詰まりであったり、何か言いたかったけど言えなかった時の詰まりが詰まっていたのが取れたりとか、そういうのを出してあげることによって、ここが通りが良くなると、さっき言ったように本心からの思いっていうのを相手に素直に言えるような状態にも整いやすかったりするのよね。やっぱり対人関係っていうのはコミュニケーションも
とっても大事になってくるので、そういった自分の思いをストレートに素直に気持ちよく言い合える関係性ってやっぱりすごく素敵だなって思うし、そういう関係性をどん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 広めていきたいと思うでしょなのでうまく喋ろうとしなくてもいいんだよね。これからはハートとハートの時代、テレパシーの時代って初めの方からお伝えしていたんだけど、もうこれからはもう今もそう、すでにそうなんだけど、何かうまく喋ろうとか上手に喋ろうとしなくても、ただ思いをストレートに言おうっていうだけで多分お互いね通じ合ったりしてくるような関係性になってきたり、よりピュアなエネルギーっていうのを届けやすくなったりするんだよね。なのでこれからはやっぱり目に見えるものだけではなくって、そのものに対してどんな思いが込められているのか、どんなエネルギーが、ピュアなエネルギーが詰まっているのかっていうようなところの方が重宝されていくというか、そこにやっぱりみんな惹かれる、私自身も惹かれるし、みんなもそうなんじゃないかな、どん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 そういう風になっていくんじゃないのかなと思っているので、円滑にしていくポイントでもあるんだよね。で、前回ハイハートについての呼吸のお話をしたんだけど、そのユーカリであったりペパーミントを、まあ、ミックスさせたものでもいいし、またはティートリーとかそういうすっきりした香りでもいいので、そういった香りを嗅ぎながら胸式呼吸で呼吸するっていうのもすごく今おすすめだし、ハートを開く練習にもなるのでね、やっぱり心が閉ざしていたらコミュニケーションっていうのもなんか滞りっていうか距離感を感じてしまったりするんだけど、自分からハートを開くように、心をオープンにするように、そういったエネルギーを発するっていう時はやっぱりここの胸腺っていうハートを開いていくっていう、ここのエネルギーを解放していくっていうのはとってもおすすめだし、あとはやっぱりバランスなので、一歩踏み出したいとか、よしこうやってやってみよう、こうやって言ってみようとか、こういう行動を起こしてみようってなった時っていうのは、やっぱりこの下の腹の力っていうの、丹田のところに力が入っていた方が行動を起こしやすかったり、一歩踏み出すエネルギーっていうのが働いてきたりするので、その時その時でバランスよく結構呼吸ね、今どんな感じかな、あ、今腹式呼吸の方がいいかなと思ったら、この丹田の方に意識を向けて深い呼吸で何回かしてみて、エネルギーを下ろすっていうような感じでもいいし、あとはエネルギーをパーって広げる、解放するっていうような感じで胸式呼吸をすると、自分のいたわりであったり癒しにもつながったりっていう、この心身のバランスっていうのを取りやすかったりするので、その時その時の自分の感覚で呼吸法をちょっと変えてみるっていうのもおすすめです。では本日はそんなところでした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。ではまたね